はい、お疲れ様でございます。速稼塾の子です。今回ね、激アツ創価学会政治部粟田進さん最高だねというタイトルの動画を橋本チャンネル3というね、ハッシーさんという方がね出されていまして、でそれを拝見しました。告知もありましたんで、動画概要欄に URL 貼っておきますけども、だいたい3分40秒あたりからが今日ねお伝えしたいことの確信でございますんで、そのあたりから見ていただいてもいいのかなと思います。で、今回は粟田進さんっていう方をやっぱり取り上げてらっしゃって、この粟田進さんがね、創価学会の政治部っていうのに属してらっしゃって、公明党はダメだというふうなねことを言っていたと。まあこれについてはね、昨日も私動画を上げさせてもらったんですけども、そちらの方をね、このハッシーさんも取り上げていたよっていうことだったんですけども、この何ですか、公明党を解党するっていうふうに宣言された方っていうのは、創価学会の中でも、その、ものすごく重要人物でね、池田大作さんの直の弟子であって、で、政治部をやれっていうふうに直接、まあ、指示をされた方らしいですね。まあ、ですんで、この方が公明党がダメだというんだったら、これはもう、創価学会の公な考えなんですよね、きっとね。そう思って、差し支えないんじゃないかなと思います。そのぐらい重いもんだっていうふうに私も思っております。で、この粟田進さんなんですけども、ちょっと検索するとね、X の方に写真があったんですけども、例の翼の塔ですか。翼の塔と何か関わりがあったかのような写真が出てますね。まあそちらの方もね、こちらに載っけておきますので、あ、なるほどなと思っていただいて、あとは詳しいことはね、各自で皆さんでお調べになっていただきたいと思いますけども、いや、創価学会ね、ずっと緩く関わりを持ってきたんですけども、まあ、こんなことがあるんだなと思うと、ちょっと興味がね、急に出てきましたね。まあ、いろいろと私もインフルエンサーの一人としていろいろと調べさせていただいて、この YouTube チャンネルを通じて皆さんと一緒に考えていこうかと思います。まあ、創価学会がね、本来の政治、というものをね、取り戻していただいて、真にね、池田大作さんの思いが、私たち国民にあまねく照らされればどんなにいいかなと思います。私もね、池田大作さんのことはそこまで詳しくは知らないんでね、偉そうなこと言ってもらんないんですけども、ただやっぱり私基本的にはね、創価学会の皆さんっていうのは好きなんでね、本当にこれからも仲良くやっていきたいと思ってますんで、よろしくお願いします。それでは、動画概要欄からご覧ください。